亀の遠足。春です。亀のお父さんがお母さんと坊やに言いました。みんなで遠足に行こう。坊やは大張り切り。お母さんもサンドイッチとジュースと缶詰をリュックに詰めました。亀の親子は春の野原をのそのそと歩いてきました。いくつもの夜と朝が過ぎ、やっと山に着きました。さあお弁当ですよ。亀のお母さんはいそいそとリュックを開けました。あら、缶詰を持ってきたのに、缶切れを忘れてしまったわ。坊や、家から缶切れを取ってきておくれ。お弁当を食べないで待っているから。お父さんが言いました。うん、缶切れを取ってくるよ。さて、それから春が終わり、暑い夏が過ぎて、涼しい秋になって、寒い冬が来て、また春になりました。坊や遅いわね。先にサンドイッチを食べてしまいましょうよ。お母さんが言うと、お父さんは反対しました。いやいや、坊やと約束したんだから待っていいよ。それから、またまた一年が過ぎ、春になりました。待ちくたびれたお父さんとお母さんがサンドイッチを食べようとしたその時です。草の陰から亀の坊やが顔を出しました。あ、やっぱり先の弁当を食べるんだね。僕、缶切れを取りに行かなくてよかった。おやおや、そんなとこにいたのか。一緒にサンドイッチを食べよう。亀の親子は仲良くサンドイッチをお腹いっぱいになる前食べました。なんとものんびりしたおかしな亀の親子です。おしまい。